あの家に住んでたのは夫婦2人でしたよね。私見たんです。2階にもう1人いるの。 俺変な家行っちゃったんだよ。そこ行っちゃいけなかったんだ。夜中に足音がよく聞こえたの。彼女の周囲で事件が起きていることは確かです。呪われた家だと言いたいんでしょ。あの家に5歳まで住んでました。逃げた。女が監禁されてはらまされた。お腹の子ね、あなたの子じゃないの。女は死体で見つかったけど子供は消えていた。3人で一緒に死の。小さな足音が聞こえるんですよ。たったったって。この家、哲也さんが一体家を見つけないと。 あの家って何だと思います？子供の足音じゃない。呪音は実際に起きた出来事を参考に作られた。それらの出来事はある一件の家に端を発していることが分かった。だが実際に起きた出来事は映画よりもはるかに恐ろしいものだったのだ。<笑>